はい、こんにちは。沖縄、おばばでございます。はい、えー、えー、まあね、昨日もあげたんですけど、おいわゆるね、えー、ドドイツでね、あの、エネのね、エネルギーですね、ドドイツでエネルギーのね、キッキーがね、えー、始まっているということをお伝えしたんですけど、おドイツだけではなくなっています。はい、なんと、ベルギーですね、ベルギーです。はい、フランスの上にある,ある国ですね、はい。 あの、ベルギーでも言い始めました。はい。今年の冬は、はい。皆さん、寒さに耐えてくださいね。っていうふうに言い始めました。はい。えへ,ーへー暖房がほとんど使えないみたいですね。はい。えまあ、価格が高くてもね、使う人は使うだろうと思いますが、えー、かなり高くなるようです。はい。えとんでもない料金になるような、あ、 ことを言っていますのでね。えー、なので寒さに耐えろと言っております。まあ、あの、なんて言うのかな。薪ストーブ買っちゃった方が早いと思いますよ。はい、あ、あのー、多分、そんなに高くないと思いますね。薪ストーブ。2万ぐらいですよね。はい。で、えー、薪もね、そんなに高くないんで、 えー、まあ、暖房はやっぱ薪ストーブでしょうね。寒いところ。はい。沖縄はまあ、暖房いりませんのでね。まあ、あの、余裕がある方は、あ冬だけね、えー、沖縄に、あのー、来るというのもいいと思います。はい。あのー、マンスリーマンション6万ぐらいでね、月借りれますので、えー、ペット OK のところも中にはあります。多少高いですけどね。 はい。えー、なので、えー、マンスリーなんかを借りてね、冬だけ沖縄にいらっしゃるのもいいかと思います。えー、まあ、冗談ごとではありませんね、これは。はい。えー、なのでね、えー、まあ、ベルギーでも、言い始まっているということです。はい。えー、ベルギーの報道でもね、今年の冬は寒いんで皆さん寒さに耐えてくださいね、と。はい。 えー、暖房がね、えー、どうやら、どうやらね、めっちゃくちゃ高くなるみたいですね。はい。えー、まあ、これは,は、昨日報道したようにね、あの、ドイツはもうすでにそうなってますけど、もうドイツだけではなくなってきたということですね。つまり、あのー、西の側ですね。西の側、多分ほぼほと、ほぼほぼすべてそういうふうになるんじゃないかと思ってます。はい。えー、まあ、日本もね、西の側なんで、 ええー、まあ、気をつけないとね、本当にあの寒い地域に住んでらっしゃる方は、はい。ええー、いろいろとね、暖房の方法はあるとは思いますが、はい。ええー、ただね、あの太陽光パネルとかは、ええー、あれはね、沖縄とかあの南の島だったら非常に役に立つと思うんですよ。ええー、まあ、火照ってますからね、一年中、はい。 えで、日照時間も、内地に比べればかなり長いです。あの、赤道付近なんでね。はい。まあ、赤道にはそんなに、あの、あれですけど、えー、ちょっと遠いですけど、でも、あの、内地と比べれば赤道にかなり近いんで、えー、冬でもね、そこそこ、あの、日照時間長いですからね。まあ、そんな感じで、あれはね、 えー、太陽光パネルみたいなのは多分あのー、内地向きではないと思います。はい。南の島のね、台湾とか、沖縄とかね、そういうところだと思います。あのー、一年中ね、日照時間長いですからね。はい。まあ、そういうわけでございますね。はい。えー、なのでね、皆さんね、 えー、こちらの記事も貼っておきます、えー。概要欄に貼れそうなんでね。概要欄に貼っておきますので、皆さん本当に冬のことは考えて、えー、行動してくださいよということです。しかもね、えー、このベルギーのー、なんていうのかなあー、記事なんですけど、ベルギー年、ね、あの、1年ではないって言ってます。数年耐えると言ってますので、えー、まあちょっと今年の冬だけっていうわけではないみたいですね。 はい、えー。まあ、ヨーロッパの方も、は多分、集合住宅じゃない人はもう、あのー、つけちゃってると思いますけどね。あのー、すごいらしいんでね。薪ストーブのあの、注文がね。はい、えー。まあ、値上がりもしてるみたいですけど、はい。まあ、そんな感じですね。日本はまあ、そこまで上がってないと思うので、まあ、手に入れるんだったら今のうちかもしれないですね。薪ストーブはね。 はい。まあ、そんなこんなでございます。とりあえずね、貼っておきますので、皆さん見に行ってください。よろしくお願いいたします。はい。ベルギーでも始まりましたということです。沖縄おばばでした。あらららららら。かわいいですね。かわいい。ねえ。はーい。